皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もバイオハザードリベレーションズ2遊んでいきましょう。さあ前回ですね、娘のモイラ、そしてクレアを追ってこの絶海の孤島にやってきたバリーで、今回もねこの幼女ナタリアと協力しながら先へ向かっていきます。で前回、ダメージレベル3か強いカスタムパーツね、あれを組み込んで、今回皮膚偽造か、あそこからタワーに向かっていきましょう。ここは何もないね。これな、皮膚偽造な。こんなの作るっていうね。とりあえずなんか有刺鉄線巻いて。で、しっかりこうやって。よした。危ねえわな、普通に。で、こっちだ。やれやれ、行かれた場所だ。よし、通信塔、この先。でもこれだいぶ弾減ったな。通信塔まであと少しだな。ないかな、どっかに。AR 弾薬。ないですね。しけてんな。そっち。ここら辺も。何もないかな。あ、待って、ハーブあった。ハーブ4つ。ハーブはそんなにいらんのよな。この辺りに見覚えあるか？ダメ。覚えてない。そうか。覚えてないか。都合のいい幼女だ。もうすぐだ。大丈夫か？うん、平気だよ。まあでも可愛いからね、許されるんだろうな、ナタリアは。可愛いってのは強えば、本当に。で、これがその橋ね。ちょっと待ってね、そっち。まずこっちかな。敵はどう？いませんね。大丈夫ね。ああ、で、これこっから入っていけるんだ。足マーク。よしよし。モイラはこれを取りました。ナタリアはこっち。このモーション可愛いよな、やっぱり。で、鍵があるんだ。鍵がかかってる。どうしよう。鍵を壊さなきゃいけない。その辺に使えそうなものはないか。レンがあるんだけど、これで何？いや、壊れるんだろ、これ。よく頑張ったな。すごいな。石であの金属をかち割るという。で、さらにグリーンハーブ。いやー、でもこれハーブそんないらんのよな。あとちょっと待ってね。おそらくこれこっち行けないのか。あーですね。もう完全に崩落してんだ。クラーたちは渡ったんだけど、あの衝撃でね、全部崩落しましたと。で、まあこれうまいのが、その、クラーたちがね、信号を発してから、どれぐらい後にバリさんがやってきたのかっていうのは、まだこの段階では明らかにされていません。こっからなります。これがまたうまいところ。離れるなよ。うん。これライトによって敵からその見つかりやすいとかってあったっけ？ルビー。ルビーはいらんな。できれば弾薬が欲しい。AR の。これはハーブじゃないね。普通の草ね。あと待ってな、そこに赤いあれが見える。なので、どうしよう、寄らない方がいい。ほら。赤いということは敵のあれじゃない？とりあえず、スルーしよう。よしと。で、次。迂回して、通信塔に向かう。何かいる。あ、で、これはですね、多分、新型の敵かな。
待ってね。まずですね、あの敵、あれ待って、いなくなってる。さっきの敵なんかね、コアっぽいのが見えたのが分かったかな。どこに消えた？体の中に弱点を持ってます、あいつ。こっちはもう崖になってんのか。待ってね、まず弾薬じゃないんだな、トパーズなんだな。宝石ばっか落っこったらくっそ。あとはね、他になんかアイテムないかな。ないね。この中に行きなさいと。またハーブ。あともうハーブすごいなこれ。え、こんな使うかハーブ。バリーどっちかっていうとクレアじゃない必要なの。よし、エアル弾、これはうまい。ただ10発。あれ、あれ何？どうした？え、何？どれ？ちょっと待って、何か動いた。怖えよ。あれ何って、なんだよ。そこになんかあった。弾薬3発しけてんの。おい、とりあえず渡して、そこにレンガね。さっきの敵多分、弱点顔面だったと思うんだけど、どうかな？こっから外か。いや、何もおらんぞ。つって戻るじゃん？戻ると、来るパティンだろ？来ないんかい。え、何なの？あ、これうまいね。いや、近くないっすか。ほら、待って、まず退却しよう。で、ハブるか。ちょっと一発ハブろう、ほら。で、多分顔面が弱点だったはず。よし。これが、今のが多分。何、弱点ヒットっていうの。で、からのさらに、ちょっと待ってな。あ、次。こっちの足か。ここに弱点がある。こいつか。あれがコアか。いやー、こいつのこの掴み結構えぐいな。ただダメージはそんなに、でかくはない。これで、倒したのかな。こんなやつ報告になかったぞ。この島は完全に行かれてやがる。そう、新種の怪物か。でもなんかあんまり驚かないあたり、さすがバリーさんね、慣れてんだな。今の、そっか、結構顔面に当ててしまったな、もったいなかった。よし、さて、とりあえず突破。気をつけろよ。もしかしたらまだいるかもしれないからな。で、お次は森林ステージ。こんなとこあったな。で、やっぱいるんだよね。もうマグナムどうしようかね、これ。本当にどのタイミングで使うべきなのか。このライトは？待ってね。まず、これ何？レンガ？で、ここに箱が1個ある。これ価値割る。トパーズなんだよな。トパってからの、こっち。なるだけそうね、敵は避けていきたいんだけど、待ってな、正面に、あの、くっさいのが見えます。まあでもマップ的にやっぱ一回は戦闘は必須かな、ここは。なので、こっち行っても絶対いると思う。どうかな？こ
ここの森は本当に視界が悪いな。あ、でもさっきのあいつあれはスルーできたね。問題こっちか。こっちにいるのかどうか。あ、ここに小屋があったぞ。廃屋だ。この感じいいな。薄暗くて。で、何？今更マップ？森の地図。森の地図ってないよね。よし。森の地図って。こっから正面だろう？で、こう抜けて、そっちじゃない？あ、でもいいね。いい感じに戦闘するんできた。あ、でもここまだまだあんな。広いね。あ、まずい。そこにいるんか。あれってさ、ステルスできたっけ？ただ弱点狙えれば割と簡単に倒せんのか。どっちかの腕っぽいんだよね。ただ、正確になんか見えないというか、左腕か、あいつ。ただ待ってな。右とかにいるとこれすげえ困るんだよな。あいつどこ行ったの？右は大丈夫ね。あ、でも右の奥にいたな。やるんだったらこいつのみって感じか。待ってね。いや、でもこれなんか弱点本当に見えにくいね。多分左腕だと思う。あれですね。AR。そっちの、ここだろ？そう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 。紐。こいつの掴み、これ回避しにくいな。よし。で、角が意外と硬い、こいつ。で、再び、ハブって。ちょい待ってな、さっきのあの、そうそうそう、勝ちは、あ、これルビーか、これクソ。ルビーかよ。AR 残り10発。マグナもあるんだけど。まずい。ここにもか。こいつは足か。そこだろ？よし。そっか。寄られるとこれ、強いんだな、こいつは。で、溶けました。弾薬欲しい。ガチで弾欲しい。他どうかな。森長えな、しかしこれ。あ、待ってね、ここに。これはちょっと逃すと、あれのやつね。まずいやつね。よし。んで、これもルビーか。まあ、ないよかマシか。やっと抜けられそうだ。いや、でもね、そこに赤いもやが見える。多分ここは敵がいるかな、一匹。ここね。後ろからちょっと見とくか。裏から行ってステルスキルはできないかな。いや、なんか絶妙にこれ見えないっすね。なんだろう。もやはあるんだけど、あれなんだろうな。赤いもや。ちょっと、入ってみるか、もう意を決して。なんだろう。普通の敵ってこと？あ、じゃないね。あれ、なんだろう。ほら、そこに、もやが見える。え、これ何？これすいません。よくわからん。え、これなんだろう。明らかにこれもやってるよね。ここね。あ、擬態幼虫。これ回収アイテムか。はあ、はあははあ、なるほどね。あの、モイラでいう図面か。そっかそっか。で、レンが必須ですと。破壊するのに。ここ
ここ待ってな。ここすげえ出てきそう。大丈夫？あの化け物ども、ウロボロスウイルスの特徴があった。ウロボロス？恐ろしいウイルスだ。2年前に悪い奴らがアフリカでばらまいた。しかし一体誰がこの島にやってきた？ウロボロスはバイオ5か。あの設定ですね。確かに似てるといえば似てんのかな。さっきの敵もね、こうなんか人体をいくつか組み合わせたような形してるし、あ、待って、そこに、これなんだよ、これ。え、なんすか、これ。人の影があるんだけど、多分中にいるんじゃないの ?AR10 発、マグナム6発ね。絶対ここの左に1匹いるもん。ほら、そいつだろ？これは、レンガをぶち当てようか、じゃあ。あ、でも死んでんのかな。これはですね、多分後から来るパターンだな、おそらく。まあでも使わないからいいか。とりあえずドスってやって、でリロード決めて、これはドキュメント、脱獄者の密告。傷だらけにはなったが、どうにか施設から逃げ出した。今でも信じられない。あそこで行われていたのは、ただひたすら人に恐怖を与え続ける行為。全く狂ってるとしか言いようがない。森で会った連中にその話をしても、どうにも信じてもらえない。やはりみんなあの救世主を絶対の存在と信じてる。確かに俺も信じていた、事実を知るまでは。どうもそのみんなが救世主っていうふうに呼んでる人物がいますと。あとは森で会った連中、森に住んでる人もいたのかな。で、これが最後。島の外に助けを求めようと通信塔から連絡を取ろうとしたが、まるで通じない。この島は孤立しているんだ。この事実を早く誰かに伝えなければ、島の連中はみんな食い尽くされてしまう。救世主と崇められるあの女に。救世主、それが女性。クラとモイラの無線のオーバーシア、あれに通ずるものがある。同一人物なのかどうか。でですね、これはなんか、ずらせそうなんだけど、ちょっと待ってな。こっからこれどう行く？ん？外にこれあって、ちょっと待ってな。こっからこうか。お家はこれ関係ないか。この手を取りながら進んでいくこのシーンすごい好き。隠れろ、奴らだ。いますね。これ2体か。なのでこれは投擲武器と思ったんだけど、これはないんだな。火薬どっかに瓶ないかな。マジで瓶もない。つまりこの婦人、これ結構えぐくない？まず待ってね、弱点をちょっと見ておきたい。これはなんかやりにくいな。片っぽが頭で、片っぽがあれ、どっちのだろう。なんか上げてる方ね、高く。これどうするかな。火炎瓶、ちょっと待って、火炎瓶、あ、なんかここに火炎瓶あったわ。で、投擲武器、待って、これを透かすっていう最悪のパターンがこれ普通にあるからね。ほら、よしよし、弱点いった。よし、これでどう？いったんでね。よーし、やったぞー。即座に消えていくというね。でもこの感じやだな。倒しても倒しても無限に湧いてきそうでさ。これはいける？あ、これいけちゃうんだ。ちょっと待って、となったら、とりあえずそっち側のこれは多分これが行き止まりかな。じゃあまずこっち見とこうね。敵サーチいませんね。大丈夫ね。ほいで、ここにトパーズと箱あって、向こう側か。つまりこういける？いや、いけないので、しばし待たれよ。
どこにどう設置するか。この本棚、本棚かな。まあとりあえずこれを使って何かしましょうと。どう見てもね。これではないんだな。となると、あ、これか。なるほど。下だった。これうまいね。箱を使わせると思わせて。で、ハーブなんだよな。ハーブはそんなに求めてね、マジで。これね、そもそもこのグリーンハーブって、ラクーンシティ固有のハーブっていう設定だったんだよ。なんだけど、割と最近どこでも生えてんな。え、これハーブありすぎだわ、マジで。5個あるよ。交換したいな、誰かと。ハーブあげるから、弾薬くれない？あとね、これ弾薬どうだったかな？その、エピソード2に引き継ぎだったかどうかっていうのを覚えてなくて。引き継げないんだったらマグナムどんどん撃った方がいいしね。引き継ぐんだったら取っといてもいい。どうするか。やっと見えてきたな。製材所かな。通信塔に向かう。よし。で、空き瓶と、今の燃料かな。投擲武器の作成。空き瓶に様々な素材アイテムを組み合わせることで、投擲武器を作成することができます。これそうか、つまり火薬だけじゃないんか。アルコール。爆発もしくはあれか。これどっちがいいかな。燃やすか、爆発か。でも、そうだね。あれ、レベランタだったっけ？あれが出てくるんだったら、燃やした方がいいのかな。とりあえず、こっち。空き瓶くれよ、もっとこれ。マジで。と、作業台ね。こっからちょっと、激戦の香りですね。と、止血体。これは、渡しとく。もう一個。よし。ハンドガン弾薬。これがいっぱいある。と、パワーチェック。今何にもないか。あ、待ってね、すいません。マグナムの火力見とこう。一発700。ハンドガンの何倍だ？約6倍ぐらいか。6倍手前ぐらい。ただその分、スカストでかいです。痛いやつです。AR 足りなくなってきたな。マジかよ。で、ここは絶対に戦闘があります。かけてもいいです。通信塔はこの先だ。行ければね。そこにレンガ。ちょっと待ってな。とりあえず、レンガ持っとくか。で、家は結構ある。そこなんか燃やってるしね。そっちね。と、アイテム。なんだろう。よし、これはでかいわ。AR 弾。今のこのキラってやつってもしかしてナタリアでしか見えないのかな。とりあえず、リロードして。いやー、絶対行かせませんと。バリー。でもさ、こっから行けよって思うじゃん。こう登って。扉をぶち破るしかないな。このクレーンを使うのか。待って待って、うおーいっつった。あ、まずい。めっちゃ来たぞ。いや、来てない。めっちゃじゃない。いや、でもこれは、火炎瓶か。今の、超ヘルったな。こいつ足か。よし。やったぞ。さあ、2匹。とりあえず、撃退して。そう、しゃがんだ方はこれ火力が高いんですよね。なので、しゃがんで撃っていく。こういう時はパーッと逃げる。見りゃ分かる、見りゃ分かる。よし。さて、とりあえず撃退。
3体やったな。他にいる？待ってね。音で煽んな。こっちはいけないか。ええ、何？これか。これね。いや、これ弾ないよ。弾来る、マジで。火炎瓶、よし。許す。火炎瓶は許す。またこいつ来た。顔面ね。はて、こいつ。よしよしよし。いやー、でもこれ、ハンドガンだけになったらどうしようかな。てか、ハンドガンすらなくなったら、どうしようね。一応ね、このゲーム、多分、積むっていうことがないように設計されてると思うんですよ。ほら、監獄とかさ。あ、これは壊すのね。なんだかんだで一番最後の回転像とかにしゃがんで入っていけたりとか、あとの皮膚傷あったしね。なので、おそらくは積むことはないと思いたい。あ、で、これが、ちょっと待ってね。これアイテムあったりするの？あったあったあった。これは、ちょっと待ってね。バニーダーこれ見える？あ、これバニーダー見えないんだ。マジかよ。マグナムだ。おーし。誰だよ、ここに捨てたやつ。マグナムだ。じゃあ、基本ナタリアか。使うべきは。これでクレーンが動かせるはずだ。よしと。で、再び、幼女にして。レンガ持ってるね。よし。さて。で、次ですね。そこに、思いっきり操作盤っぽいあれが見えます。なので、あ、なかったなかった。よーし。宝石以外。いや、宝石なんだよな、クソ。マジかよ。宝石は隠さんでいい、こんなとこに。こっちから迂回していけないんだ。爆走。でも、バリーさんも、この劇中で何歳だ？今この段階で多分、53歳かな。離別開始段階でね。ここもすげえ戦闘来そう。アイテムないですね。レンガはいっぱい起こってる。あ、ただ待ってね、そこにいたわ。あれはどこだろうな。 V、ちょっと見ておきたい。ああ、奥にもいた。あいつは、奥はあれ、足か。こいつは顔面か。顔面と、左足かな。多分こいつってあれできないよね。おし、いった。おし。で、次。奥の人。あれは、どっちの足かな？多分、向かって左かな？なので、待て待て、ちゃ。そう。多分こっちだろ。よし。よし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 。まあ、ここは、サクッとやっていきましょう。で、あと待ってね、ここ部屋がすげえいっぱいある。これは何でもねんかい。これ意外と何もないね。迂回して終わり？え、マジで？本当に？あー、ぽいですね。割としけてんの、これ。ただ、ここになかった。弾薬、弾薬、弾薬。よし。5発。敵は大丈夫ね。こっち。あと、ここに。擬態中か。多分、ここにいるわ。だよね。擬態幼虫。アイテム。きらめきはないかな。
ないね。これは脱出路か。よし、デルビー取ってガッチャン。よしよし、よし、手間取ったがようやく開いたな。行くぞ、急げ。多分敵出てくるんでしょう、これ。ほら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 、いるもん。早く早く。よじょよじょ。いいの？え、どこ行ったの？早く来いよ。行くぞ。ほら。退却。大丈夫か？うん。危なかった。どこにあったんだよ、あのボンベ。他は、弾薬の類ないね。よーし。さあ、もうすぐで、ようやく、電波塔かな。この、迂回ルートね、長かったな。橋を通んないと、これ、こんなか。よしと。やれやれ、待ってね。遠回りしたな、最悪だ。なんかきらめきないかな。きらめきはないね。あとね、そうだ、自分6年前かやった時に一番最初に死んでたさ、ジーナさんっていたでしょ。あの人がもしかして黒幕なんじゃないかっていう説をね、提唱したんだよな、確か。あまりにあっさり死にすぎてて、序盤でね。逆に怪しいと。怪しくない。ただ、彼女は、本当に何でもありませんでした。普通に序盤で死んでいったセクシーなお姉さんです。さてさて、やってきたぞい。だいぶ久しぶりの電波塔ね。ここからモイラとクレアが無線を発しました。無線なのかな？お願い、誰か答えて！何なのよ、これ！これは、あの子の声だ。確かに最悪だ。半年前の録音じゃないか。どこにいる、モイラ。娘の名前はモイラ。ああ、どうして？おい、どうした、大丈夫か？モイラ、死んだ。何？次回のリベレーションズ2は、あの塔に行く途中でモイラと一緒になったの。そこに案内してほしいんだが、できるか、ナタリア。ウイルスを投与したと言ってたわ。あの塔で落ち合おう。ここなのか、ボセクとかいうのは。怖がらないで。待っていた、この時だ。それでこの島ともおさらばだ。逃げさせ。さあ、これでエピソード1はクリア。ルケイチにてこれを達成しました。タイムリミットモード、インビジブルモード、フィギュア、これを解放。エピソード1仕掛け箱コンプリート、これを達成。
で、今回ね、命中率 S、あとリトライ回数11回、これで C。で、クリアタイムが C。これね、あれだわ。リトライ回数って、これね、自分一回も死んではいないんですが、ただゲームの音量とかを微調整するために、ゲームのメニューからリトライっていうのをね、選んだんですよ。これ、それが全部記録されてんのか。なんですいません、これ本来は S です。なんだけど、そのリトライ回数ね、全部これ乗っかるんだ。なるほどね。じゃあ次からすいません、気をつけておきますね。で、スキルセッティング。今ですね、6530、これどうしようかな。何を取るべきか。チャージアタック。これやっぱり欲しいとこですかね。チャージアタック。ちょっと待ってね。あ、これ必須かな。ドッジステップ。回避の無敵時間延長。これは絶対のやつだわ。で、これがレベル1から3。じゃあ全部これそうだね。とりあえず、2は取っとこう。しゃがみ込む。しゃがむ瞬間に無敵時間発生。しゃがみ回避か。と、ハーブ。これはそうですね。取っとく。レベル3。高速回復。と、チャージアタック。これもそうだね。取っとく。で、次6000。もう取れないかな。よしと。じゃあそうですね。すいません。今回は時間の切れがちょうどいいんで、一旦断りにして。で、次回ですね、ついにエピソード2に突入していきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回バイオハザードリベレーションズ2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。